どうも、くまはちです。ワードプレステーマシリーズ200回目。とうとう200回目になりましたけどもね。今回はですね、今ご覧になってます、Biz Easy One をこう、やっていこうと思うんですけども、ちょっと前にね、ビジネス Easy One をさせていただきましたけども、今回はね、その固テーマということで、どんな形でね、どう変わってるんでしょうかということで、まあよくちょっと比べてみたいかなと思ってるんですけども、まあ早速ですね、ワードプレス用意しましたんで、今回は、アップデートして WordPress 5.3 にさせていただいております。で、外観からテーマを開いて、今こんな感じですのでね、はい。で、適用されているのが2017、ね、2020、ね。20シリーズ以外は何も入ってない状態です。で、まあ、これ新規追加でですね、まあ、ここで検索してもいいんですが、最新のところにね、Biz Easy One があるはずなんですね。で、毎回こうやってね、新しいの追加されていきます。Biz Easy One が、どこかにあるはずなんですけど。はい、ここにありました。ね、ビジネス Easy One の固テーマなんですけども、これからインストールします。はい。で、ビジネス Easy One の固テーマなんですけど、Biz Easy One から、インストールをして有効化できるのかなって思いながらですね、有効化のボタンをクリックしてみましたけども、有効化できるんですね。はい。インストールの時にね、一緒になって、こう、この検索のところからね、入れる場合は、インストールされるみたいですね。はい。これで、もう固テーマが、こう有効になってしまいました。ということなのでね、今回はね、固テーマの作成っていうのができません。はい。で、これをね、この、なんて言うんでしょう。こう、カスタマイズするには、これを使うんじゃなくって、ビジネスイーゾーンの固テーマ作って、これのソースを流用するという形を取らないと仕方がないわけですよね。で、これを使ったままカスタマイズしますと、これがアップデートするたんびにね、ソースが元に戻ってしまうという形になりますよね。はい。なので、まあ、ソースをね、流用する、こういう風にしたいっていうのであればね。見た感じね、紺色と赤色ぐらいの違いしかわかんないんですよね。はい。で、このフューチャー部分が、まあ、前幅なのか、前幅でないのかぐらいの違いしか、見た感じには違いがわかりません。はい。これがね、どうなっているのか。順番にちょっと見ていこうかなと思いますけども、まずはね、カスタマイズ開いて、見ていこうかな。幸い必須プラグインがありませんのでね。
その分時間がちょっと短くできるかなと思ったりもするんですけども、こう200回ね、来るまでにいろんなテーマがありましたけども、今回はどんな感じになってるんかなっていうところがね、すごく気になるところではあります。今こんな感じなんですよね。で、テーマインフォメーションは、これ、リンクだけですね。で、デフォルトセッティングから行きましょう。で、サイト基本情報。ロゴタイトル、キャッチフレーズ、サイトアイコン。ね。ロゴはですね、150×150 なので、ちょっと気になるものを、まあ大体用意してるんですけどね。150。で、まあこれがね、いらないだろうということで、チェックを外します。で、ロゴってね、テーマごとにね、いろんなサイズがありすぎるんですよね。で、まあ、こう、うまくいくときもあれば、うまくいかないときもありますよ、という感じでね。はい。で、サイトアイコンはそれに対してですね、どのテーマでも同じサイズで、こう、作ってもらってアップロードするっていうね。まあ、512ピクセル以上の正方形の画像っていうのはね、変わんないですから。まあ、僕の場合はね、ピング画像で作る、ね、最低レベルの512ピクセルの正方形っていうふうに決めてますんで。で、背景色だけ、ここで設定できるんですけど、まあ背景色はね、白が一番無難です。文字も被らないですしね。で、背景画像は、文字に被るのが嫌なので、使ってません。で、こちらで、ちょっと、設定をしようかなと。で、このデフォルトセッティングが終わりになります。で、ここが変わってないのでね、固定ページをちょっと確認しようかなと。まあ、前ね、細かいところまで覚えてないですからね。いつもね、こうやってぶっつけ本番です。フロントページに指定したところをね、確認します。で、ここでね、このテンプレートっていうのをね、ホームページに変えておく必要があるんです。で、ついでにこのクマチラボについてっていう見出しもね、削除しといて、これで更新というふうにちょっとしてみようかなと。で、もう一度外観に戻りましてですね、はい、カスタマイズを開いてですね、はい。ここで、ホームページセッティングに移っていきます。で、スライダーセッティングですね、まずは。で、いろんなものがね、こうチェック入ってるんですけども、このセレクトポストっていうのがですね、3枚選べるようになってます。で、まあ、
1枚目はこれでいいんですけど、2枚目も3枚目も同じじゃちょっと困りますよね。で、まあ、ラガンモアっていうのをね、これね、詳細でいいのかなと。で、コンタクタス、テキストっていうのね、別に泣きゃないでいいんですけど、で、まあ、ここはね、リンクを一つだけ入れれるというね、感じになりますね。で、まあ、これはこれで、で、ここのフューチャードセクションですね。で、フューチャードセクションはですね、フォントオーサムのアイコンが選べるようになってるんですけども、ちょっとなんか美人になってるのかな。ここでね、なんか、ここね、ちょっと動きは悪いですね。まあ、このスライダーもね、ページ、ポストスライダーですね。投稿から選ぶっていう形ですよね。で、できればね、こう、固定ページスライダーの方が、まあ、個人事業主としての立場からすると、ありがたいかなと思うんですけどね。で、まあ、このフューチャーズセクションなんかも、本当は、まあ、
正直なところですね。こう、固定ページから選びたいのにな、みたいなところはありますよね。はい。ちょっとこれ本当サムとのやりとりがどうなのかなっていう。でもこれ反映しないですよね。アイコンがね。まあそのあたりもね、ちょっと気になるところではあるんですけど。で、次にウェルカムセクション。まあこれエナブルしかセッティングはできないみたいですけども。で、ブログセクションですね。で、セレクトページっていうのはね、お問い合わせって何みたいな。ブログセクションはじゃあブログでしょっていう感じで。で、セレクトブログカテゴリーっていうのはね、選べるようになってるんですけども。まあ、ここはね、選ばないで。まあ、これはこれで OK ということで、ブログセクション。で、サービスセクションですね。で、ここはね、こういうふうに、ここでね、なんて言うんですかね、こういう感じに、なってしまうんですよね。6つ選べるんですけど、なんか非常に動き悪くて、なかなか変わらないですよね。
まあ、こんな感じですね。まあ、これがね、全部アイコンだっていうのがね、ちょっと、もう、あまり嬉しくないところなんですけども。どうせならこれ選んだところでもう全部アイキャッチ画像を撮ってくれればいいのにな。まあそういう部分がね、ちょっと、この部分はちょっと不満が残りますよね。で、CTA はですね、これ外します。で、ポートフォリオもね、これ外しますね。まあ実績とかね、そういったところなんですけども。で、チームもね、私一人やってるんでね、まあ外した方が無難かなっていうね。で、ここはね、テスティモニアルズっていうのは、お客様の声ですよね。で、ちょっと実際に、お客さんたくさんいるんだけど、ちょっと許可も取ってないので、今回は外しますということで、これがホームページセッティングスになってるんですよね。で、ブレッドクラムセッティング。ね、まあ、ここは、エナブルにしなきゃいかんだということでね。ブレッドクラムっていうのは、パンクズリストのことですね。で、書式ですね。まあ、書式はもう、デフォルトのまま行こうと思います。で、ここがソーシャルセッティング。ここはですね、もう、アドレスを入れていくだけなので、Google プラスは一切アドレスを入れてはダメです。はい。こんな感じでですね、ここにこういうふうに表示されるんですね。で、おそらくこれは、フォントサム 4.7 バージョンぐらいじゃないかなと思ってるんですね。で、まあ、本当言うとね、ここ、Google プラスの代わりにね、LINE が欲しいなって思うんですね。で、日本人の場合はね、LINE 使いますよね。みんな、LINE アットに、こう、誘導して、LINE アットだったら、メルマガより確実に見れますからっていうことをこう書くんですよね。そういうところをね、ちょっとうまくこう反映させたいなと思ってるのに、まあ 4.7 バージョンだとちょっとよろしくないかな、みたいなね、感じになってます。で、まあ最初コンだったんですけども、ホームページ設定した後はこの赤が基調になってるんですよね。この EasyBiz1 に関しましてはですね。で、あと、まあ、メニュー、ウィジェットは単独ページで見ますので、追加スタイルシート、関連記事っていう風になってるんですが、今現在この2017だったものはね、どのように変わったんでしょうかということでね、更新をかけてみたいと思います。はい。こんな感じで変わっております。で、まあ、こういう場合にね、スライダーが、こう、移り変わっていくっていうような感じでですね。ここにフューチャーが3つ並びまして、
ここに、まあ、熊八ラボについてっていうものがありましてですね。で、こんな感じで、3つ、出てますね。で、もっと読む。で、ここで大体どこに飛ぶのかっていうのを設定しなきゃいけなかったんですけどね。で、ここのリードモアは、変更するところがなかったんですよね。まあ、この辺が、なんかちょっと、ちょっと足りないよっていうところだったのかっていうふうに思ってしまったりしなくもないですけども。まあ、こんな感じでね。ここのアイコンをね、本当は画像に変えたいな、アイキャッチ画像を取得したいな、そんなふうに思ったりしなくもないんですけども。まあ何やともあれですね、こういうように変わってきましたよ、というところですね。はい。まあこれでね、ちゃんとアドレス取得できてるんだから、まあ画像だけの問題じゃないのっていう感じなんですけどもね。まあここでは画像取得できてるわけですんでね。で、まあ、ここの熊八ラボっていうユーザーマークからの、ところはリンクになってますので、これよろしくないので、非表示にしなきゃいけないですよね。で、多分記事を開いても、出てるようになってるはずなので、まあ、今こういう形で、開かれてるわけですよね。まあもちろんここにも熊八ラボというふうにね、表示されてますので、まあこれは消さなきゃいかんな、というところでございます。で、あとね、確かフッター触れたんじゃなかったかなと思ってるんですけども。はい、ではですね、投稿者名のね、こう、表示をね、非表示にしたいと思います。で、これはスタイルシートで行います。で、こういうふうに表示してますが、これで閉じるっていうふうにして、ここで、打ち込んでいきます。スタイルシートの書き方によってね、変わったりしますんでね、気をつけていただければと思いますけども。これ今消えたのわかりますかね？今もう一度消えましたよね。これと同じようにね、書いていただければ、非表示になりますんでね。で、またこれサイトの方で表示しておきますんで、コピペができるようにしておきます。まあ、ここまでやるとね、ここでのカスタマイザーでの設定はもういいかなっていうところで、一度これ閉じましてですね。ウィジェットの方をちょっと確認したいかなと思うんですけども。はい。ここ、フッターもね、1、2、3と3カラムで、使えるようになってますよね。で、まあ、こういったところにね、こう、Facebook なんか表示してですね。こう、横があんまり長くなるのはあんまりよろしくないと。まあ僕なんか思ってる人間なんですけども。まあ、顔写真はね、できるだけ表示しないようにということで。で、まあ二つ目の蓋に、この、ツイッターをね、表示します。で、三つ目には何を表示しようかなというところでですね、
ナビゲーションをね、ダブルで入れましてですね、するとですね、まあ、これトップに戻りまして、まあ、ここにもソーシャルあるんですけどね。まあ、こんな感じで、表示ができますよということでね。こちらからもソーシャルに来れますよという。まあ、フッターにはね、ソーシャルアイコン表示できないみたいなのでね。これでいいんじゃないかな、というところですね。まあ、駆け足でね、こう説明させていただきましたので、ちょっとわかりにくかった点がありましたらですね、またコメントの方から質問を入れていただければと思います。まあ結構ね、ここジェットパック使うといろんなイジェットが使えたりします。ね。またいろいろこう考えていただくのもいいかなとは思ってるんですけども、基本こういうメタ情報なんかはね、表示しないようにされた方がいいと思ってます。はい。まあこれもね、簡単にログイン画面を出さないっていうね、一つのセキュリティだと思ってください。ということでね、あっという間に、この、はい、Biz Easy One というね、ビジネス Easy One の小テーマをお伝えさせていただきました。200回やってきた中でね、本当いろんなテーマありましたけども、これからもね、次は300目指して、やっていきます。ただテーマばっかりっていうことじゃなくてね、便利なプラグインがあったらプラグインなんかも紹介させていただいたりすると思いますので、またこのチャンネルでね、いろんな動画をこうチェックしていただければと思います。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。Zoom サポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。